こんばんは、くしゃんと真央です。よろしくお願いします。本日は、はい、夏の購入品、はい、我々のね、購入品をちょっと紹介したいと思います。紹介します。はい。私は結構もう動画で、はい、まあ単体で何個か、はい、ジョン・スメドレーのニットポロだったりとか、サンスペルのボーダーとか、ご紹介したんで、はい、ちょっとまだね、動画に出せてないものを、そちらを紹介したいと思います。はい、まあ、僕はね、ちょっとこう、フリマとかの、イベントとか行ったんで、セカンド、そうですね、セカンドって雑誌のイベントとか行ったので、うん、ちょっとそこで買ったものとかをね、フリマで購入してできればと思います。早速私から行ってみましょうか。はい。はい。じゃあ、まず私の1点目ですね。はい、はい、こちらです。お、リネンシャツ。はい、もうね、また買ったんですね。ごめんなさいね、面白くないと思う。もうね、こいつはいつもこれやなって思われると思うんですけど、はい。コーディングズのリネンシャツです。はい。はい、オーソドックスな、うんうん、まあ色もね、はい、形もオーソドックスなものだと思いますので、うん、特に言及することはないんですただね、コーディングスのリエントラウザーズの動画でちょっと言ったんですけど、はい、まあこちらもね、シャツもスペンス・ブライソンのアイリッシュリネンを使用してて、このアイリッシュリネンがね、めちゃくちゃいいんですよ、はい、表面がね、ちょっとふんわり柔らかくて、うんうん、肌触りがめちゃくちゃいいんですよね、うん、素肌で着ても優しい肌触りで、はい、いいなっていうことで、リピート。はい。もうこんなん、頑張ってもいいじゃないですか。まあそうですね。頑張ってもいいですからね。やっぱりちょっとリネンで、ちょっと物によってはガサガサしたり、うんうんうん、多少チクチクしたりする、はい、あるんですけど、これは本当にね、柔らかい、ソフトな着心地なので、うん、ちょっとぜひね、本当におすすめしたい一品となっております。はい、ちょっと着てみていいですか、はい、はい。はい、着てみると、はい、こんな感じですね。素敵ですね。はい、170センチ、60キロ。はい。けど15っていうサイズを着ております、うん、まあちょっとね本当にイギリスの老舗っていう感じで、うん、ちょっとアームホールとか見ようちょっとたっぷりしてて、まあ、本当にクラシカルなシルエットかなと思います、うん、素敵です。なんかあまり洗練されすぎてない意味で、うんうんうん、長さもね出しても全然だらしなくないぐらいですね、うん、全然タックインせずに着てもいいですね。そう、まあ、タックインしてもこれもう僕洗いざらしで洗ってもうアイロンもかけずにそのまま着て、でさらに今日真央くん家にこう持ってくるときに、はい、もうちょっとシワくちゃになっちゃったんですけど、それでも全然なんか全然、ね、いいと思います。シワもなんか気にならないですね。いい表情というかなんかこれはこれでいいなっていう感じですね、うん、ああタックインしてもいいですねこれね。いや僕はまあタックイン派なので、うん、まあ出してもいいけど、まあ、基本的にはタックイン うん、しておきたいなっていう感じですね。じゃあ続いて、はい、私が夏に購入したものもう一点、はい、これでもうこれだけなんですけど最後なんですけど、はい、ドレイクスのスカーフになります、うん、コットン72のシルク28ででほぼコットンでできてるので、うん、まあ、シルクほどなんかちょっと気取れてないというか、はい、まあ、コットンなのでなんかバンダナ感覚でなんかカジュアルに巻けるかな、うん、はいはい、なんか僕みたいな初心者でも、うん、スカーフ初心者でも巻きやすいものかなと思います、うん、はい、でねこの柄なんですけどこれ分かりますかね、伝わります、鳥さんが、はい、こんな感じで、はい、で、まあ夏用なんでちょっと薄い生地になってこんな感じで透けております、うん、これ柄可愛くないですか。可愛い可愛い、なんか僕巻いてる時しか見てなかったんで、ああそうか、柄なのか分からないですけどこう柄ですね。そう、反対やな、これこういう感じで木と鳥ですね。僕も今初めて改めて見ました、はい、こんな柄だったんですね。素敵です、はい、いいですよね、うん、まあ、あとこのコットンで薄手なんで、うん、夏に最適と、うんうんうん、で、まあね暑くないし、巻いてて暑くないし、うん、その汗かいてもこれが吸ってくれるし、はい、コットンなので、まあ、洗濯もできると、うんうん、だから、まあ、まあちょっと襟の汚れが気になる人とか巻いたりとかして、うん、で、まあ、洗ってみたいな感じですね。このねいいところはちょっと持ってもらっていい、はい、この色がいっぱいあるじゃないですか、はい、緑とか赤い鳥もいるし青い鳥さんもいるということで、あの後ろが派手やな、いやすいませんそうすぎる、はい、なので、こう使うか、はい、こう使うかで、はい、表情が全然変わってくるんですよ。なるほどね。こう使うと、わかります？この緑が多くなって、うんうんうん、で、なおかつ、ちょっと、サイドに赤が見える、はいはい。こう使うと、ほぼ青と緑、ほぼ青かなっていう感じになるんで、ちょっとこれ使い分けれるというか。なるほどね。はい、こう、ちょっとこう使ってみますね。はい、こう巻きますね。これでちょっと、まあ赤とか、緑とかが、より見える茶色とか、はい、見えるこう使います。巻き方は僕いつも迷うんですけど、はい、まあ、シンプルにこれでもいいですし、これ中入れて、うん、いいですし、もう一回結んで肩結びでちょっともっとキュッとした感じ、うん、バンダナみたいにするのもいいかな、うん、これだったらちょっとまあエレガンスさが
あって、僕はちょっとあんまりやらないんですけど、もうちょっとカジュアルな感じでキュッと絞ったのが。なるほど。まあこんなんあんまりね、なんか適当に巻いてますさん、はいはいはい、出した方がなんかいいじゃないですか。確かに。いや別に、なんか別に頑張ってないですけど適当に巻いてますよ、はい、みたいな。はい、いいですね、いいですね。僕結構あのシャツ1枚とかポロシャツ1枚がやっぱり夏ってまあトップス1つになるし、そうですよね、になる。まあ僕も今日こんな感じで重ね着してるけど、ぶっちゃけ暑いじゃないですか。暑い実際暑い、はい、こういう感じになりがちなんですが、ちょっと1つね、あのアイテムを加えるっていう、なんか1つアクセントになって、なおかつシルク、さっきも言ったみたいにシルクとかみたいになんか主張しすぎてない、うん、なんか、はい、おしゃれすぎてない、いい塩梅というか、おしゃれすぎてないと変ですけど、なんかコットンなのでなんかその気兼ねなく使えるっていう感じですね、うん、まあちょっとシルクと違ってシワにはなりやすいんですが、うん、まあ別に待ってる限りではそんなに気にならないかなと思います。はい、はい、まあ、僕は以上ですね。はい、はい、じゃあ僕のターンいきましょうか。はい、僕はですね、結構今回帽子が増えましたね。ああ、はい、はい、夏まあなんかやっぱりさっきクッシャンも言った通り、はい、あの夏ってこう服装地味になりがちじゃないですか。めっちゃ派手やけどね。いやまあ今は派手ですけどなんでちょっとこうシンプルにね、はい、なりがちだと思うんですけど、はい、なんでもキャップだったりとか、はい、あともまあアクセサリーとかで結構工夫してあげることが多いんですけど、うん、今回はこう帽子とかがかなり増えたかなと思いますので、じゃあ早速出していきます。はい、僕あの6月にですね、はい、セカンドっていう雑誌のイベントフリーマーケットに行ってきたんですけど、そこで買ったものから紹介できればと思います、はい、まず一つこちらです。あ、カンカン帽、いいですね。買いました。はい、これね、一つ言っていい、はい、僕が去年カンカン帽ずっと欲しいなって言ってたんです。はい、その影響で買って、いやーまあ買いましたね、はい、正直クッシャンに言われて買ったかはいらない。でも何度も言いますけど、僕の中の一番のインフルエンサークッシャンなんで、系統が違うんだよね。いやでもこれめちゃくちゃいいですね。5000円でした。めちゃくちゃいいよ。ちょっと被ってみます、はい、はい、こんな感じで。ああいいですね。可愛いですね、うん、似合う似合う。こんな感じでまず一つはカンカン帽ですね。これも5000円だったんで、いやーいいな、びっくりしてもう速攻買っちゃいました。いやよう見つけた、はい、羨ましい。でもう一つ買ったんですけど、はい、こちらですね。あ、ベレー帽。ベレー帽、これあのビームスのベレー帽。あ、本当だ。1000円。おお。やっぱりフリーマーケットってすごいですよね。いいな、こういうのがあるからいいなと思いますけど、はい。でこれはまあ、ちょっと夏っぽい素材になってますよね。ちょっとメッシュのね、そうそう、シースルーみたいな感じになってて、うん、ベレー帽だったんでちょっと購入してしまいました。これも一応かぶってみます、うん、こんな感じですね。あ、似合いますね。おお、いいですよね。チェゲバラや革命、誰が革命かよ。誰が革命かよ。いやめっちゃかっこいい、かっこいい、はい、かっこいいですよね、うん、こんな感じでこれも1000円だったんで、はいはいはい、もうほんとフリマってすごいっすよね。ちょっと衝動買いしてしまいましたね。衝動買いしちゃいました。前回も、うん、去年も行ったんですけど、僕その時あのブーツ1000円で、ね、あの買っちゃったんですけど、うん、まあ、そういう感じであのすごくお得なフリーマーケット、あの毎年開催してるみたいなんで、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。ファッションの、あの業界の人たちが、業界の方が出してるみたいな感じで、あのトリッカーズをブーツとか出してるとこあったんですけど、はい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 、トリッカーズとかも1万円ぐらいで買えるみたいなのとかもありましたし、結構そのヴィンテージのものとかも出てたりとか、そういう感じであのすごい楽しかったですね、うん、で隣であのハンバーガーフェスっていうのが同じ雑誌 の, あの会社 の, あのライトニングのが主催だったんですけど、うんうんうん、あのそっちもやってたりしたので、まあ、1日楽しめるイベントだったなという感じです、うんうん、はい、じゃあちょっと次行ってみましょうか、はい、これもビームスの帽子なんですけど、リネンのキャスケットです、うん、いや、いいですね、はい、あのやっぱり夏なんでね、うん、あのこれもね、あのクッシャンがリネンのキャスケットを被ってたんでねそれがすごいかっこいいなって思って僕も買っちゃいました。はい、はい、被ります。はい、はい、あ、いいね、ちょっと大きめの。そうそうそう、大きめなんですよ、うんうんうん、でこういう感じでちょっとどっちかにたるませてって感じ。あ、いいね、はい、いや、いいですよね。なんかポロシャツとか、うんうんうん、ポロシャツとかね合わせてあげたりとか、うん、いいですね、まあ、本当に今の格好とかでもいいかなと思います。あ、確かに確かに。それこそ僕結構こうオーバーオールにアロハシャツを羽織る時とか、うんうん、あの着てたりするんですけど、そういうコーデとかに馴染みやすいなっていう感じですね。確かに確かに、はい、ビギンみたいって言われるんですけど、はぁ、いやいや、チェゲバラ、はい、チェゲバラ、うん、はい、まあそのような形で、はい、これが3つ目でした、はい、サクサクいきますよ。次ですか、ね、はい、次はこちらです。また帽子かよ、はい、フィルソンのキャップ。いや、めっちゃかっこいいな、これはね、なんと、うん、ク
シャンからさっきもらいましたあの僕6月誕生日だったんですけど、はい、もうこうゴソゴソゴソって、まあ、お誕生日プレゼントやるでっつってこれもらいました。ちょっと遅くなってごめん、ね、はい、フィルソンのキャップ、はい、めっちゃ可愛いですよねこれ。これねフィルソンの刺繍ってやっぱすごいですよね。細かくないですか。結構細かい、可愛い、うん、カモカモね、うん、ちょっとこれもかぶってみていいですか、はい、ちょっとこの色に合うか分かんないですけど、ああいいね、このこういう色僕持ってない、持ってないんで、ちょっと私の意図としては、はい、ちょっとあまり真央くんは持ってないような色、うん、なんか自分で選ばない、うんうんうん、ちょっと爽やかな色、確かにちょっとなんか爽やかな色とかもたまにはいいんじゃないかなと思って、はい、こういう色にして、なおかつではブレザーとかの、はい、合いますね、合うんじゃないか、はい、ブレザーにも合うし、まあ、フィルソンなんかもちろんアメカジにもね、はい、合うし、まあ、プレッピーとかそういうスタイルに被っても全然、うん、いけそうだな。いやこれマジで嬉しいっす。そして基本的にマークジーパン履いてるんで、はい、まあ、ジーパンとも相性いいっすね。相性がいい、ね、ちょっと緑がかった、うん、であとねちょっと洗いがかってる、はい、加工されてるんで、ウォッシュ加工されてるんで、うんうん、まあジーパンとも相性いいし、なんか結構うるさいファッションしてるというかなのでちょっと控えめになるような、はい、ちょっと控えたいな、なんかちょっとジーパンとあって、はい、まあ、黄色がアクセントになってるぐらいな感じ、うん、使いやすいじゃないですか。そうですね、うん、なのでこういう色にちょっと、いやめっちゃいいっす、はい、ね、ありがとうございます。今めっちゃ語って恥ずかしいんで考えましたどんな色がいいの。いやーありがとうございます。帽子はここまでですね。一番シャツと、はい、あと靴があるので、まず靴いきましょうか。はい、はい、あのこれ一回紹介してるんですけど、あこちらキーンのニューポートですね。はい、これはあの一度も YouTube の動画でも一回ご紹介しているんですが、かっこいいよねこれ。本当にあのもう買ってから1ヶ月ぐらい結構履いてるんですけど、うん、本当に涼しいですし、うん、あとはもう本当歩き心地もいい、うん、なのであの本当に重宝してます。いやめちゃかっこいいですね、うん、街履きもできそうだし、全然できますよ。でもちろんねアウトドアとしてもスペックも非常に高いし、うん、はい、で動画がね伸びてないというか、そう動画伸びてないんで、もしよければ皆さん見てください。はい、はい、まあちょっとそっちの動画であの詳しく紹介しているので、はい、ここではちょっとこのぐらいにしておきますが、最後いきましょうか。はい、はい、最後こちらです。リーバイスのキャンプシャツですね。いいっすよねこれね。なんかちょっと派手でアロハシャツっぽくないですか。うん、確かに。でこれすごい気に入って買いました。これ古着ですか。いやこれ新品で買ったんですけど、おフリマに行った日に、うん、5人で行く予定だったんですけど、うん、あの5人中3人ドタキャンしまして、その中にクシャもいたんですけど、あれそうだっけで、あ5人中3人ドタキャンして、で1人あの1時間遅刻してきたんですけどその待ってる1時間の間にあのリーバイス寄ったらすごいいいのが売ってたんで買いました。はい、ごめんね。はい、全然気にしてないです全然気にしてないですはい、まあそんなシャツです。ちょっとこれも着てみましょうか。はい、はい、こんな感じです。あ、いいですね。いいですよね。なんかこうリオセルとかいう生地みたいなんですけど、再生繊維なんかちょっと光沢感がありますよね。アロハとかのレーヨンっぽいけど、それよりもなんかちょっと霞んでいるとかいうか、なんかくすんでいるっていうんですかね、ちょっとまた違う雰囲気があるなって思って、うん、いやごめんなさい、パッと見コットンやと思ってた。いや僕もコットンかと思ったんですけど、うん、なんかそんな感じが、コットンにしたらちょっと光沢感あるなと思ったんですけど、確かに近くで見ると、はい、なんかそういう生地なのかなと。再生繊維みたいです。うん、はい、なんか1枚でアロハみたいに着ても全然、うん、いいですし、それこそこういう感じでオーバーオールに羽織っちゃうみたいなコーデとかにもすごい合うなと思います。なるほど、はい、という感じですね、はい、僕の購入品紹介としては。はい、まあ、よろしければあの今日ね、紹介したアイテム、うん、まあ、それこそそのコーディングスとか、うん、あのマシモ商事行って着てみたみたいなものとかもやってますし、あとあの先ほどのキーのニューポートのサンダルとかね、うん、別であの動画出してたりするので、よければそちらも見てみてください。あのフィルソンのキャップは単品で動画出そうか。もちろん出しましょう。はい、もちろん出しましょう。喋れる10分ぐらい喋る20分ぐらい喋る20分ぐらい喋る、はい、はいはい、こんな感じですかね。はい、はい、このチャンネルでは他にも経年変化を共に楽しめるものだということだったら紹介しております。もし気に入っていただけましたら、左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいね、コメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。